Keep your friends close. どうした？魚止めるのもいいもんですよ。セメントの靴は防弾性能が高いので結構いいですよ。私は愛用しています。おお、ついにオフ会っすか。目いっぱいお任ししなきゃ。この金で新しいドレスを新調するのよ。さあ、行きなさいあなたたち。ディアスの仇を取るのです。金庫を守れ。じゃと？めんどくせえ。私は今からオフ会なんじゃーい。じゃあの。はい、ゆっくりベルセッティです。一年間何をやっていたのかって？いやー、パクさんがサンアンドレアスでギャングを設立するってんで、資金援助をしていたのですよ。まあ、具体的には服を脱いで踊るだけの簡単な仕事だったんだけどね。ちなみに、最終ミッションは2029年頃に挑戦する予定です。少しお待ちください。うん？なんか最終ミッションがちょっとだけ見えたって？いや、私は知らんぞ。夢でも見てたんじゃないですかね。ともあれ、PS5 の GTA 12 の舞台、バイスシティの映像美を存分に拝んでいってくれたまへ。さて、今回はアリーナの3競技と、カッタルイダートレースをやっつけに行きますよ。スタジアムは夜8時から12時までの間にしかやってないから、100% クリア狙いじゃなければやったことがない人もいるかもね、停滞。うぐぐぐぐぐおー。新年早々やっちまったぜ。そんじゃ、今回もゆっくり見ていってねー。はい、ほんじゃブラッドリングからやっていきまっしょい。こいつはいわゆるデストラクションダービーってやつだ。ブラッドリング、この形状のフィールドをたった1日で整備してしまうスタッフの皆さん、凄すぎます。しかしまあ、普通に人が死ぬレベルの競技ですよ。よくこんなの参加しようと思うね。らー。真ん中のぶつかり合いなど参加せんぞ。こいつはクラッシュギアじゃないんだどー。ぬおー。目の前にチェックポイントがあるのに滑ったー。踏ん張れ、踏ん張るんぶわー。はぁはぁ、ギリギリセーフ。このミッション、運が悪いと一向に終わらないので、実質的に運ゲーです。はい、次はホットリングヤルドー。こいつは正統派のレース、と見せかけて、そこら中で人が死ぬ血生臭いデスマッチであることを、お忘れなく。この街に安全なスポーツなんてなかったんや。ホットリング。スタッフが一晩で舗装してくれました。人様のノートブックを一晩で複製してしまったジェバンニさんも顔負けだな。ちなみにこれ、3位以内ならクリアとありますが、1位になることが 100% クリアの条件です。コース上に出口を作った責任者出てこい。スポーツは正々堂々と行うもの。クラッシュしてんじゃねえぞてめえらー。だがパンクしなさい。よっしゃ、12台をごぼう抜きよ。ずるいことなんてせずに正々堂々と戦った者が勝つのよ。だがしかし、このミッションは2周目からが本番です。ほれ来た来た来たー。1周目の脱落者たちが障害物として立ちはだかるぞー。気をつけろぬおー。前が車のレギオン状態に、抜けられるか？よっしゃ、上位組がことごとく事故ったな。やーいやーい、おめえの母ちゃん超素敵。だが、ここで安心してはならぬ。何しろ12周も回らなきゃいかんのだからな。そこ、左後ろにいる奴が危険だ。無理にインに入ろうとするとマニューバーをかけられるぞ。ああ、敗者確定。私は爆発せんぞ。絶対せんぞー。このナイスカー、通称お相撲さん。こいつはありとあらゆる戦場を渡り歩いてきた猛者なんだぜ。てきゃあ、目の前で事故んな。怖いわ。
最近のリアルなゲームならスローモーション演出が入ってるところだ。うおっ、あぶね。インベタのさらにインに入ろうとするんじゃない。ぬおおおお。前方に車爆弾。回避せよ、回避せよ。あっぶね。ピット横の段差にぶつかるところだったぜ。言うまでもなくこのミッション、現在の順位よりも耐久力の方が重要です。一周ごとにクラッシュしてちゃ絶対12周も持ちませんぞ。一応ピットに入れば回復できるけど、さすがにそんなチンタラしてたら追い越されます。基本的に爆発さえしなけりゃ大丈夫。だが、それが難しい。てあぶねー。どこ見て運転しとんじゃいうむらー。やべー。そろそろ耐久力が心もとなくなってきた。でかいクラッシュをしたら一発でアボーンですぞ。よっしゃ、あと4周何もなければクリアだ。何もなければ。おい、また前で爆発したぞ。きっと結婚したばかりの人だったんだな、うん。レースの基本はアウト、イン、アウト。これ、実は大学生になるまで知りませんでした。もともと車に興味がなかったとはいえ、これはひどい。ぬわあ、事故っとる、あとちょっとなんじゃい、邪魔しなやあ。こういう時はアウトベタの、さらにアウトを攻めるしかあるまい。よし、あと一周半、事故りませんように、事故りませんように。おわわわわわあ、んなところで爆発するな、今だけは。リア充でも爆発しなくてよし。で邪魔じゃーい。ししてなお妨害するんじゃない。女ってのは、引き際が肝心なのよ。くおー。ここまで重大な事故はしてないのに煙吹き始めた。どうだい？このミッションのシビアさがわかるでしょう？あ、爆発した方がリア充アピールできたかな。車に乗ります。頑張って登ります。ワンパンチ入れてドアを外します。ギリギリまで近づけます。ミッションが始まったらすぐに乗ります。ふむふむ、バイクでチェックポイントを回るのね。ムフムフ、やめるにはバイクを降りてピンクのマークね。エロス。よし行くぜー。うらー。ておーい。これバイクとちゃうやーん。むなしい。まったく役に立たねえ覆面パトだ。バイクとの互換性くらいつけとけっての。てめえもついでにぶっ壊しゃー。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤー。なんで壊れへんねーん。まさかこれは、リカルド・ディアス御用達の、防弾サンチェスだってのか？どんな弾丸飛び交う戦場でも、無事に走破できるバイクですってか。これは、欲しい。さて、このミッションはかなりシビアな操作が要求されるので精神的に疲れます。一瞬だけ画面を横に向けることでカメラを真正面に向ける操作。これが重要です。ループでは重心を後ろにかけてウィリー状態にするのがコツです。飛ぶぜー飛ぶぜー。ガンガン行けー。終わったー。友達だ。バイクと友達になるんだ。ここはジャンプした方が早い。痛い。うぐぐぐぐおー。またが裂ける。どちくしょおー。加速がたらなんだ。しかしスピードを出しすぎても飛び越してしまうので調節がなかなか難しい。OK。もちろんジャンプ前にウィリー状態にしないとぶっ飛びます。これもジャンプで取った方が早い。まあ口で言うのは簡単なんですけどね。そううまくはいきませんぞえ。でもこの平均台はカメラさえ合わせや簡単理解。うおーおーい。この平均台に傾斜をつけた責任者出てこい。こんな上り下りと傾斜がきつけりゃ、
さすがに平均台の帝王と呼ばれたこの私でも事故るさね。もうやけくそ。いけたー。今のが失敗してたらまたやり直しだな。てめた発言はやめなさい。実は今取ったポイントに一番苦戦しています。壁際にあるのでジャンプするほどの加速もできず、成功棒で登るしかないのですが、廃車の上で軸を合わせるのはかなりシビアです。よし、OK。平均台は落ち着いてやれば問題ないね。とか言いつつさっきずっこけた奴は誰だろうね。危ねえ。2周目に入っちゃうところだったぜ。ループの無限ループってできるのかな？ぜひお願いします、タス様。さて、ここまで来たところで、コース内のポイントを回っていきます。別に回る順番を最適化してるわけじゃないけどね。地面が土なだけに、若干滑ります。結構慎重に行かないと取りこぼすことも。ぬおおお、ウィリーが間に合わなかった。みんなちょっと高いところにポイントを設置した責任者出てこい。私の身長が、もう50センチ高ければウィリーしなくても届いたんだけどな。まあもしそうだった場合、私の身長が2メートル起こしてしまうわけだが。身長2メートルオーバーのおまんじゅう、惚れてまうやろ？てかね、ものすごくメタな発言ですが、右上の表示がすっごい邪魔なのよ。このミッション中だけは非表示設定にした方がいいかもね。はい、一周回って最初のところに戻ってきました。本当にアリーナのスタッフの方は平均台がお好きですなぁ。私が平均台の帝王と呼ばれていることを知ってのことか。さっきみたいに前後の傾斜にも気をつけて慎重に。いや、さっきのは実はこけたんじゃないんだぜ。ただちょっとバランスを崩してバイクのシートからケツが離れてしまっただけです。ここまで来てミスりたくないので、極めて慎重に。それこそ鼻毛を抜くときくらい慎重に。ここは思い切ってジャンプだ。成功棒で行くと、めちゃくちゃシビアです。うらー、ついでに綱渡り。はぁはぁ、ぶっちゃけ最後はあんなにうまくいくとは思わなかったよ。きっと人生のすべての運を使い切ったな。はい、お次はダートチャレンジやるよ。ウェイ？サンチェスはともかく、ランドストーカーを使うテストトラックは横転しまくるので舐めてかかると痛い目に遭います。ということで、横転しても怪我をしないように車を改造しておきます。OK、これなら横転しても中の人は弾き出されるから安全ですね。うん？突っ込みを入れたそうにしているあなた、あなたは知っているか？かつて、車が衝突して人間がフロントガラスから飛び出るとき、ガラスで怪我をすると危ないということで、フロントガラスを簡単に取り外せる車を開発した人が現実にいたんだぜ。まあ、失敗発明品として有名なやつだが、さて、このダートコース、正直言ってバンタイプの車が走るには厳しい広さです。加えてぐねぐねと往復させられるので、うっかり坂に引っ掛けようものなら、簡単にゴロンゴロンゴローン。こんなぐねぐねなダートコース作った責任者出てこい。ということで、ハンドブレーキを切ってしっかり車体の向きを変えていきましょう。失敗したら運転席から人が飛び出ちゃうぞ。その危険性たるや、かのリライアントロビンも顔負けだ。ちなみにこちらのミッション、タイムを塗り替えることで難易度が4段階変わります。一番簡単な1回目のチャレンジで高タイムを出してしまうと、ほぼ罪が確定しますよ。でもまあ、達成度 100% の条件としては1回クリアすればいいので、わざわざタイムを遅らせたりする必要はないです。ないはずです。でしたよね。この坂きっついよ。明らかに車で走ること考えてないでしょ。責任者出てこい。くおおお、こんなことならパクさんに、サンアンドレアスからブローラーを持ってきてもらうんだった。あれなら簡単に行けるのに。だが、四駆じゃない。
クオーオー、インド人を右に。ヌオーオー、インド人を左に。危ねえ危ねえ。皆さんには見えてないかもしれないが、ドアが外れているから砂や小石が体に当たって結構痛いんだぜ。この車用意した責任者出てこい。こんな揺れるんだったら4点ハーネスにロールケージもつけておくべきだったか。ドアを外すだけじゃ不十分だったな。ゴール。2分22秒って、2位並びですよ2位並び。演技がいい。のか？いやぁ、それにしてもバイスはいい天気ですなぁ。雲一つない空、どう考えても雨なんて降らないだろうから、ダートチャレンジするにはもってこいの天候だね。サンチェスは後の時代でも優秀なオフロードバイクだから、こちらは快適かつ、簡単にクリアできます。ふふ、もう勝ったも同然よ。うん？今、なんかいた？なんだ貴様らー。貴様ら、私のレースを妨害しようってのか？上等よ、こんな天気のいい日は私が最も得意としているコンディションなんだぜ。雨だぜ。ちょ、雨だぜっておい、雲一つないのに雨も何もないでしょうが。騙されんぞ、信じないぞ、ここで死ぬ定めではないとか言ってくる神様並みに信じないぞ。どうでもいいけど、あいつらの乗ってるブラックサンチェスかっこいいね。顔も服装も同じだし、貴様らアタックナンバーワンの3位一体攻撃をリスペクトしているのか？これじゃあどこから撃ってくるかわからないわ。てちょまま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 、雨降ってきた、本当に降ってきた。なあほな、雲一つなかったってのに、雨雲発生装置を使用した責任者出てこい。3位一体野郎ども、この下り坂を下れるもんなら下ってみやがれ。くそー、やるぜこいつら。さすが3人一体をリスペクトするだけのことはある。だが、全然妨害はしてこないね。あんたら、私を妨害するために雇われてんだろ？いくらで雇われた？ 100 か？ 200 か？それとも300円かー？では、なんだあれ。いかにも爆発しそうなドラム缶がいつの間にか並んどる。赤いドラム缶ってあんた、FPS じゃ新車並みに爆発するオブジェクトの定番じゃないか。誰があんな物騒なもんコース上に配置したやつ、あいつらか？三位一体やろうか？そうなのか？私がダートチャレンジをすると聞いて、せかせかと持ってきたのか？なんか泣けるぜ。電話は、雷まで鳴り始めよった。巫女様、鳴る神だけは、なる神だけはー、さっきまでの晴天どこ行った？あれか、雨雲発生装置の仕業ではなく、三位一体野郎どもが雨乞いの儀式をしていやがったんだな。なんだか泣けるぜ。こら貴様ら、ショートカットするんじゃない。こちとらちゃんとチェックポイント回ってるってのに。てかあれ、三位一体だと思っていたが、いつの間にか二位一体になってるね。一人どこ行った？ってそっちかーい。コースを無視すんなや、ちゃんとスリップストリームでついてこい。いやだからショートカットしようとするなって。おい、一人ずるすぎるぞー。マリオカートなら許されてもこのミッションでは許さんぞー。てめえらバイクの運転免許持ってんのか？こらー、貴様らのために世界妨害ランキング上位の私がレースの妨害の仕方ってのを教えてやろうじゃないか。ふふ、今のを参考に、精進してくれたまえ。それにしてもこいつら、一体何者だったのか。てかなんで敵が出てきたり雨が降ったりするわけよ。あ、もう晴れてきた。
というところで、今回はここまで。見てくださった皆様、ありがとうございました。スワ。